ション株式会社はですね、1956年にスタートしてます。当時はまあ東芝ミッションの中にはスタッフはいないので、日動株式会社というアニメーション会社と合併して、で東映当時東映動画という名前でスタートしました。それから劇場映画をスタートに、その後テレビアニメーション、その他のアニメーション映画を作ってスタートしたと、そういうスタートになります。モノクロ映画の白蛇伝、これが劇場第一作ということでスタートしました。で、まあ、途中はいろんな作品大作作ってますけれども、有名なところでは、ホルスの大冒険、これが、監督が高畑勲、画面設定等に宮崎駿、こういう方々が中心になって、作った映画、これのモスクワで賞を取りました。これは、まあ、テレビは、狼少年剣を皮切りに今まで多数作ってきていますけれども、ドラゴンボール、北斗の拳、その他、たくさん作ってますので、どれもこれも素晴らしい出来だと考えています。日本でまず有名になったというのは、最初に放映したテレビシリーズの狼少年拳、これはあの、他社で作った鉄腕アトム、アメリカでアストロボーイですかね、こちらの方の翌年に放映が始まったんですけども、当時はまあ作品アニメーションの作品の数が自体が少なかったので、まあ子どもたちが飛びついて見ていたというのがあります。ただ、まあそこで東映アニメーション、東映動画、当時の東映動画という会社の名前が認知されたということではとても印象深い作品だと思います。でその後もヒット作いろいろあるんですけども、一つのポイント、大きなポイントになった作品がマジンガー Z ですね。マジンガー Z で、日本の、アニメーション界に、大きなロボット、巨大ロボットものというジャンルを開拓して、そこから火がついて、いろんなジャンルのロボットを扱うアニメーションがスタートしたという意味では、マジンガー Z というのは非常に、ターニングポイント、転換点になった、当社でも転換点になった作品だと思います。まあ、その後はあのセーラームーンとかそういう作品があの子どもたちに大いに受け入れられましたけども、北米でなかなかその見れない作品等もありまして、人気あったのはストップひばりくんとか、それからあのスラムダンクとか、ああいう作品も人気がありますので、こういうところもぜひ見ていただきたいと思いますし、ただあのその他にもなかなかヒット作にはならなかったけれども、マニアの人たちには非常に心よく受け入れられている作品も多数ありますので、そこら辺もぜひ見ていただけるような環境が整うといいかなと考えています。背景画になります。どうぞ作り方を説明いたします。ポストカラーと日本画を描くグレードをかけて描いてます。それをコンピューターに取り込みます。この机は50年前から使ってまして、宮崎駿さんですとか手塚治虫さんなんかもこういう机を使って仕事をしていました。デジタル制作については、あの第4作目の鬼太郎、98年のスタートの鬼太郎から始まりましたけれども、本格的には2000年に入ってからほとんど全ての作品がデジタル制作ということに変わっています。全くセルがなくなったのは2002年ぐらいから、全くセルを使わずにデジタルのみで制作されるという、そういう制作に変わっています。
ございます。はい、彼はアニメーターです。今から説明するソフトウェアは、レタスプロスタイロス HD といって、アニメーションの作画をするためのソフトです。で、ハードウェアは、液晶タブレットというものを使っています。で、今画面に出ているのはレイアウトといいまして、アニメーションの一番最初の、元になる背景原図というものを作ります。次に、原画になりますと、この原画を元にして、一つのポーズから、さらに前後のポーズを作成していきます。で、一つ前のポーズは、キャラクターが左を向いているキャラものですね。そして、その後のポーズになると、今度はキャラクターが後ろに合図をしているというようなポーズを描いていきます。で、そういうものが全て、出来上がりますと、その、5枚の原画を今度はタイムシートというファイルを使って時間軸のコントロールをするためのファイルを作ります。で、ここにはですね、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚と原画が5枚書かれていますけれど、動きがこれでは滑らかではないので、さらに中割りといいまして、さらに細かい動きを、中割りとして作成するように指示します。で、ここまでが原画の作業になりまして、次にこの動画という作業に入っていきます。で、原画、それぞれ原画の間に、白いファイルが入れてあります。これはまだ作業をする前の段階ですね。下の段にありますのがすでに出来上がっているもので、これをモーションチェックという機能を使って、動きを確認したり、それから線の抜けている部分を、ないか確認したりして、チェックをします。まあ、繰り返しになってますけれど、動きが、狙った通りにスムーズに動いているかどうか、それから、止めて見せてみたりとか、ゆっくり、線を確認するために、動きをチェックするというようなこと、それから、線のチェック、そういうものをキーボード上で、操作をして細かくチェックをするということができるようになります。それでは、次にこの中割りの具体的な方法ですね、これを説明します。で、今6番という何も書いてないファイルを出しました。前後の5番と7番というのがあります。これをライトテーブルという機能を使って、表示させます。このようにですね、2つの絵が、重なって見える。で、それを中間を作るということで、動かしたい軌道線というものをざっくり描きます。で、その中間にこれから中割りをしたいというキャラクターの、例えば顎の位置を決めて設定します。顔の角度が少し違いますので、顎を中心にしてそれを回転させるというふうに操作します。で、今度は7番の方を選択して、同じように顎を持ってきて、顎を回転軸の中心にして動かせて、限りなく2つの絵が揃うようにします。もともと同じ絵ではないので、完全に揃うということはありません。で、これが出来上がりますと、今度はさらに作業がしやすいように、拡大します。この辺がアナログではできない作業ですね。で、まずフリーハンドで描ける部分を、探ってみます。フリーハンドで描いてみました。とりあえず、まあ、フリーハンドで描いてみるとですね、描けることは描けるんですけれど、よく見てもらうとですね、線がこうスムーズではない、中間には描かれているんですけど、線がスムーズではないのが、見えると思います。で、これを修正するツールがありまして、で、顕著に現れないんですけど、よく見てもらうとですね、これからこうなぞったところが、スムーズになります。このように滑らかになる。で、もう少し滑らかにするというふうにして、なぞればなぞるほど滑らかになります。で、
今度は思ったように滑らかにならない場所はつまんで直すということができます。これは、修正ツールというのが別にありまして、中間になるようにそれぞれの線をつかんで動かすということができるようになります。この修正ツールを使うとさらに細かい修正ができるので、非常に便利なツールであるわけなんですけど、残念ながらですね、一つの例えば口を描くのに線を描いて滑らかにして修正をしてという作業工程が非常にたくさんになってきて、目的の早く描くということが少しおろそかになってしまうので、もともともっと早く描く方法があります。長い曲線を引くためにはですね、曲線ツールというのを使って、中間の部分を描くようにします。曲線ツールというのを使いますと、一辺でですね、一回で曲線が簡単に描けると、それもスムーズにきれいに描けるという描き方があります。この方法を使うと、まず修正をしなくて済むという作業工程が一つ減ります。でさらにきれいに描けるので非常に便利である。ただし描き方によってはですね、線が途切れたりしますので、これをつなぐツールがありまして、離れている場所をタッチするだけで線が自動的につながるという機能を持っています。完全につながった線を描くことができると。でさらに、まあ、直接、何か修正をしたいというときにですね、書きすぎたりする場合にですね、消しゴムツールというのがありますね。そのツールを使って、普通はまあ消しゴムツール触ったところだけが消えるわけなんですが、スタイロスには3つの消しゴム機能がありまして、2番目の機能はどこか1箇所触ると交差点まで自動的に消してくれるという機能があります。それから3番目の機能は、どういう順番で書かれていてもですね、どこかオブジェクトを1箇所触るだけでそのオブジェクトが全て消えるという機能があります。この3つの機能をうまく利用してですね、作業が早くできる。アナログではですね、こう丁寧に消していかなければならない部分を非常に時間がはかどれるということで、デジタルならではの作業ができるということがこのソフトウェアの一つの売りであるということですね。紙が、液晶タブレットに変わっただけという部分ですね。なので、基本的な作業というのは変わりません。慣れればこちらの方が、非常に使いやすいです。海外の進出については本格的には20数年前、当時の社長の今田という社長がですね、本格的に特に北米ですが、そちらの方に当社のアニメーションを展開していきたい、売っていきたい、ぜひ子どもたちに見ていただきたいということで始まったのが二十数年前です。で当時はやはり日本のアニメーションというのはアメリカではなかなか受け入れてもらえなくて、当時の社長の今田は苦労したようですけども、その種がようやくここ10年ぐらいで、花開いて、まあ、ジャパニメーションと言われるぐらいまで花開いたんですけども、当時はやはり、まず理解してもらうことが先で、見てもらうよりも先に日本のアニメーションを見てもらうこと、理解してもらうこと、それに非常に力を注いだということが聞いておりますが、今はそれが種となって、蒔いた種が開いて花開いているという状況になっていますが、ただまあ当時の宣伝等については試写会を開いたりとか、そういうので、向こうの子どもたちに見てもらうとか、まず集まってもらうとか、先ほど言いましたように理解してもらうこと、これはもうなかなかできない。で理解してもらうにはやっぱり大人の方に見てもらわなくちゃいけないということで試写会と開いたようですけれども、なかなかそれにも人が集まらなくて、とても苦労したという話は聞いています。